はい。皆さん、こんにちは。ダイビングインストラクターのシュウです。今日も熱烈先生のダイビング講座を始めていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。今日はですね、先日の YouTube ライブ。まあちょっと前になるんですけど、YouTube でライブを行って、その時に挙げられた一つの項目なんですけども、海ウ牛ウの見つけ方っていうようなお話をしていきたいと思います。 で、ちょっと僕をしてる人たちは意外だなと思うかもしれないんですけども、なぜかっていうと、僕は比較的ワイドのガイドを得意とするような認識が強い方が多いと思うんですけども、実際に僕も伊豆の海とかでガイドをしている時とか、沖縄の海でも非常に透明度が落ちてしまっている時とか、そういう時なんかにマクロに特化したガイディングっていうのを、 やったりするんですけども、その一環として、まあダイバーの中でも比較的人気の海ウ牛ウの見つけ方。この話を今日は頑張ってしていきたいなと思います。実際僕自身が、じゃあこの生態に関してものすごい詳しいかっていうと、正直なところ、僕はそこまで、あの魚の生態とか、そういうものに関しては、研究者とか、学者とか、そういうような知識っていうのは僕にはそんなにないと思ってます。ただし、見つけ方とか見せ方とか、その辺に関してはガイドとして 活動していますので、そういうとこはお伝えできるかなと。ですので、少し足りない部分もあるかもしれないんですけども、僕自身の思う海ウ牛ウの見つけ方っていうようなことで、熱礼先生のダイビング講座始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日4つの項目でお話をしていきたいと思います。まず最初、海ウ牛ウの生態を知る。2つ目、海ウ牛ウの生息場所。3つ目、自分でダイビング中に見つけるコツ。4つ目、名前の調べ方。 こんな4つの項目で今日は海ウ牛ウについてお話をしていきましょう。 僕自身も正直海ウ牛ウについてこういう講座をやるとは思っていなかったのでちょっと意外なんですけどもまあまあ僕もそれなりにガイドとしていろいろやってる中で勉強もしてきたのでその辺をお伝えできればなと思っています一つ目海牛ウウの生態を知るというところのお話なんですけども実際海ウ牛ウって何ってまあ今年牛年なので結構年賀状とかの写真で海ウ牛ウの写真を使われた方って多いと思うんですけども海ウ牛ウっていうのはちょっとい,いくつか 写真で見てみましょうか。こんな感じのものです。でなんで海ウ牛ウかっていうと、ここの触角の部分が牛に似ているとか、いろんな説が多々あるんですけども、ダイバーの中ではそんなに深掘りせずですね、海ウ牛ウっていうような通称でいいんじゃないかなと思います。で、海ウ牛ウってじゃあな、どういう仲間なのっていうと、一言で言うと、巻貝の貝殻が退化しちゃったり、なくなっちゃったりした生物っていうような認識でいいのかと思います。 巻き貝って言うとまたちょっと難しいのかもしれないけど、皆さんの認識で一番強いイメージだとサザエくるくるくるっと巻いてる貝の中身がありますよね。貝殻が退化してしまって、体の中に残ってるものとかもいたりするんですけども、消失しちゃった、なくなっちゃったものとかもいるんです。それが、 海牛ウウってやつです。だから巻貝の仲間で貝殻がないものだっていうような認識でいいんじゃないかなと思います。まあもっと深掘りすれば色々あるんですけども、海ウ牛ウの中でもたくさん種類がありますので、色々なんですけど、今回はちょっとそこは深掘りせずに行きましょう。じゃあ、海牛の生態を知るという話ですので、食性ってどうなのかどんなものを食べるのかなんでこの話をするかっていうと、食べるもののとこに海ウ牛ウっていうのは集まりますから、食べるものを知っといた方がいいわけですよね。難しいのが食性っていうのが、 あんまり明確にされていないですよね。プランクトンを食べる海ウ牛ウもいれば、海藻とか海面、それからモルイこういうのを食べる海ウ牛ウもいるし、動物性のものを食べる肉食的な海ウ牛ウもいる。早い話が、食性は雑食っていうような部類に入ってくるんじゃないかなと思います。次、大きさ。 大きさってみんなウミウシってどんなぐらいのイメージをしてるのかなと思うんですけど、だいたいまあ一般的に見ると2センチから3センチぐらいのウミウシをイメージしてると思うんですけども、まあ一番小さいもので言うと2ミリぐらい。もっと小さいもいるかもしれないですけど、2ミリぐらいから、 一番大きいのだと30センチぐらい。こんなのもいます。実際にナイトダイビングなんかでよく見かけるゼニー型フシエラ貝っていうやつなんか、僕が見た中では一番大きいんじゃないかなと思うんですけども、そうですね、25センチから30センチぐらいのものもいたりします。若干気持ち悪いなと思うんですけども、ナイトダイビングだからと結構ね、そんな大きいのが出てきたりします。で、一番小さいものなんかで言うと、海胡蝶、紫海胡蝶とか、 そういうなんかはものすごい小さい。2ミリとか3ミリぐらいのもいたりします。要はピンからキリまでいるんですね。大きさ的にも。ただし、30センチ以上になるものというのはあんまりいないのかなと思います。じゃあ種類ってどうなのかな日本で生息している海ウ牛ウの種類がだいたい1000種類ぐらいって言われてます。じゃあ世界全域で見ると5000種類から6000種類って言われてるんですけども、海ウ牛ウってすごい変異が激しいので、 同じ種類の名前が付いていても、色彩で全然変わってきたりします。ですので、この海牛何って聞かれた時に、あ、これの種類だよねっていうような答えになることが結構皆さんもガイドさんに すいません。この海芝初めて見たんですけど、なんていう海芝ですかねって、あ、これの種類だよねって言われることが多いと思うんですけども、それっていうのは、同じ種類なんですけども、とても変異を多くするので、地域柄色が変わってたりとか、同じ種類なんだけど、図鑑には出ていなかったりとか、そういうのが結構あったりするよね。これがまあ種類の話。じゃあ季節柄、海牛っていつが一番いいのっていうと、沖縄で言うとですよ。ちょっと他の地域に関しては、僕も詳しいことを言えないんですけども、沖縄で言うと、 というと圧倒的に水温が低い冬の方がウウミシに関してててはとても増えてきます冬の海になってくれば来るほど水温がそうですね24度を切ってきて24度23度22度これぐらいになってくるといろんな種類のウミウシがたくさん出てくるのかなだウミウシが好きな人たちが沖縄で潜る時にいろんなウミウシ見たいなと思ったら冬場の季節を狙うのもいいのかもしれないですじゃあウミウシの性別はというと ウミウシはオスメスが同体です。オスとメスとか,とかがなくって、一匹のオスメスが一つの中に機能を持っていて、ただし、じゃあ一匹の中でその産卵行動を全部完結できるかっていうと、そういうわけではないみたいです。二匹がいて、生死をこっちのオス役として出てきたとしたら、こっちはメス役になる。 で、逆にこっち側がオス役としたらこっち側がメス役となるというような、自分の中では、交接っていうのを起こさずに、別の種類同士でしっかりと整えていく。生態を整えていくというような形になってくる。これがウミウシの生態ってやつですね。不思議なんですよね。なので、実際のところ、まだ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 、本当にわからないことが多くって、新種もたくさん見つけられているのが、正直な。 とこですもしかすると、皆さんが見つけたウミウシが新しく図鑑に載ることなんて、そんなに遠い世界じゃなくって、結構あるかもしれないです。新種に名前を付けることとかも結構あるかもしれない。ですので、皆さん海に入って見つけたウミウシとかが分からなかったら必ず記録に残しておくといいと思います。じゃあ二つ目の話、ウミウシの生息場所っていうのはお話をしていきましょう。 海牛ウウは探すにあたってどんな生息場所に生きているのかなっていうことを知らないと難しいと思うんですけどもよく見られる場所ってどういうとこかなっていうと僕の経験から言うと海面それから海藻が繁殖している少し隠れた場所で例えば海面が岩肌にあるとしたらそれの少し裏側海藻があるとするとこの海藻の裏側こういうところに よく見られているような気がします。比較的潮通しがいい岩場の海藻が生えているような場所。そういうとこにウミウシは割と多くいるんじゃないかなと。じゃ、意外な場所ってどういうところなのか。ウミウシさっき言ったように、植生がすごい多種多彩なので、雑食なので、とんでもないとこにいたりもします。砂地のど真ん中にドーンっていたりと。これは多分砂地の中にいる何かを食べてたりするんだと思うんですけども、砂地のとこなんかにいる時もあれば、 中層を安全停止中に普通にぷかぷか浮いてるようなウミウシもいたりします。ですので、すごく生息場所を探すっていうことが難しいんですよね。じゃあ3つ目。自分でダイビング中に見つけるコツってどんななのここが大事になってくるんですけども、皆さんやっぱり自分の目で見つけたいなっていう気持ちはあると思うんです。で、そんな時に今言ったように生息場所が非常に幅広いので、どういうとこで見つけてったらいいのかなとまず1つ目に、 目線。比較的中層のさっき話したプランクトンを食べるウミウシとかを狙っていくっていうのはすごく難しいので、目線はどちらかというと下げた目線になってきます。岩肌、海面、海層。この辺に焦点を合わせていきます。幅広い、通常僕のダイビングでは視野を広く持ってくださいっていうのはワイド的なガイディングをしていくんですけども、 もしも海牛に特化して海牛をダイビング中に見つけたいっていう方がいらっしゃるのであれば目線を下げて非常に狭い範囲で一つ一つを裏側とか海底から上を見上げるぐらいな感じで覗き込むような形で海面海藻を見ていくと非常に見つけやすくなってきます探し方とすると 今言ったように、海藻類なんかは少しめくってみることも必要になってきます。それとか、海面だと、表にドーンって出ている時もあるんですけども、裏側に入っていることもあるので、一つの海面があった時には、こういう後ろ側を覗いてみるとか、そういうことも必要になってきます。一般的なダイビングの中で探していくので、そこに夢中になりすぎちゃうと、チームからロストしたりしますので、その辺だけは少し注意していった方がいいかなと。で、撮影方法も、 ちょっとだけ教えておくと、海牛は動きませんので、圧倒的に撮影がしやすいです。背景をぼかしたような写真も撮りやすいですし、触覚に焦点を当てて、バーッといったクローズアップした写真も撮りやすいですし、撮影方法とすると、ただ単純にデジタルカメラを持っている方、コンパクトのデジタルカメラの方に関しては、水中マクロモードで、そこに焦点を合わせて、半押しのシャッターできれば、まあまあもう普通の写真は撮れます。 で、一眼レフの方であれば、105mm のレンズを使って、背景の色彩も考えながら撮るととってもいいと思います。背景を青にするのか、黒にするのか、もしくはオレンジ色のバッグにするのか、海面を入れた黄色にするのか、海ウ牛ウの色彩と、その背後の 緑色だったりとか、ね、その対象を合わせながら撮るっていうような、普通の花台とか、スズメ台とか、そういうのでは難しい、ヤッコとかそういう動く生物では難しい、背景をいろいろ変えられるっていうのがウミウシの特徴ですので、そういった撮影方法をしていくととっても綺麗な写真が撮れるんじゃないかなと思います。よく皆さんも質問でするんですけど、なんであんなにすぐ見つけられるんですかっていうような話をするんですけども、ガイドはなんで見つけられるのか。単純に、 ガイドさんっていうのはその海をやっぱり日々潜っていますので僕たちがどういう変化で生物に気づくかっていうと日常のこの空間の中に違和感のあるものっていうのが必ず海の中で出てくるんですよね。だ皆さんが普通に毎日自分の部屋で過ごした時に部屋の片隅に見たこともないものが一個置かれていればあれなんだろうっていうふうになるのと同じように僕たちは海の中でダイビングポイントに入った時にあれなんだろう なんか違う色があるなとか、違うちょっと違和感があるなっていうところを察するのがやっぱりプロフェッショナルとしては早いので、そこを熟知しているからこそ見つけられるんです。それがまず一点です。で、もう一点はさっき言った目線とか探し方がとっても上手なんです。目線を下ばっかりに向けているんだけど、もちろん全体を見なきゃいけないので、全体を見ながら目線をパッと振った一瞬にして、そこに焦点をパッと。 バチンと合わせるののが上手だからガイドさんっていいうのは見つけないですね全体の幅、例えば10メートル幅でこうに見てる自分と、2メートル幅で見てる自分と、1メートル幅で見てる自分とって全然変わってくるんですけども、ガイドをしながらですので、1メートル幅でずっとこんな覗き込んでやることってのはできないんです。10メートル幅で見てる時に違和感が必ず一つ出てくることっていうのがあるんですね。 もし今プロフェッショナルの方が見ていたとするならばそういった広い目線の中で違和感を一つ感じるっていうことがマクロガイドのすごく大事なことでマクロガイドだからってずーっとマクロのことを焦点を下に下げてやってると意識が ゲストのところから離れますので、視点が離れるっていうことは安全性のところが欠けてくる。結果になっちゃいますので、できればワイドな目線でマクロのものを見つけられるっていう練習をしていくことがすごい大事なのかな。今のが自分でダイビング中に見つけるコツなんですけども、あとはですね、砂地とかにいる時なんかは、砂地なんかですごい粘膜がこうやってね、辿ってる時なんかがあります。普通のサモンの綺麗な中に、あれ なんか別の線が一本あるなっていうとその線の先に粘膜の先にウミウシがいたりとかですねそんなのもちょっと特殊な探し方なのかなとウミウシって実際皆さんいろいろ調べていくときにこのウミウシなんですかっていうと名前の調べ方がとっても苦労されている方も多いんじゃないかなと思うんですけども僕自身もですねウミウシ見つけたときにこれ何って言われてパッと名前が出ないことってたくさんあります これはね、もうガイドだからって全部名前知ってんのって僕も博士でも研究者でもないので知らないものは知らないですよね。ですので僕たちがじゃあどういう風に名前を調べているかっていうとまず第一は図鑑ですよね。昔は沖縄の海牛とか海牛ガイドブックとかねこういう本が主流で出てました。今はそうですね僕が一番愛用してるのはこの日本の海牛ってやつですね。これに関してはすごく種類も豊富だし いろいろな調べ方が出ていて、とてもわかりやすいです。まずはだいたい聞かれた時にこの図鑑で調べていきます。日本の海ウ牛ウってやつですね。次に調べるときって、やっぱりネット検索になってくると思うんですよ。で、ネットで調べるとき、海牛の特徴をどうに入れていけばいいかっていうと、色とか、触覚とか特徴的な部分ですよね。で、そんなのを検索でやるので一番使いやすいサイトが、みんなで作る世界の海ウ牛ウっていうサイトがあるんです。 ちょっとこん、あのサイトのところ少し出しておきますけど、こんな感じなんですけど、みんなで作る世界の海ウ牛ウっていうサイト。ここに自分の見た感じのこんな色の海ウ牛ウを探してるよっていうと、結構出てきたりします。で、最初に言ったように、海ウ牛ウの生態を知れば知るほど、海ウ牛ウって、 めちゃくちゃ変異をするので、同じ種類でも全然違う色になったりします。すぐにこれがこのウミウシだっていう風に結びつかないこともたくさんあると思います。だからこそ面白い部分もあると思うので、ぜひですね、ウミウシが好きな方、こんな感じの見つけ方で海をまた楽しんでもらえると面白いんじゃないかなと。ちょっと今日はですね、僕にとっては異例の講座だったのかな。僕はあんまりこういった生態の すごい特化した話っていうのはあんまりしていかないんですけども、まあ今回はちょっとこの海牛に関してはダイビングの中でも今人気ですし、沖縄とかね、伊豆とかでも見れば大体写真撮る方も多かったりするので、とっても面白い生物なので、この辺もですね、どっぷりハマっていくのもいいと思いますし。 逆に、なんだよ、海牛なんて興味ないよっていう人も、それはそれでいいと思います。海の楽しみ方は無限ですので、僕はそういう中で、海牛のこの需要のある方向けの講座をやってみました。今日もこれで熱烈先生の代弁講座終わりにしたいと思います。今日もありがとうございましたまた次回